吉田智です。今日は猿城高専の文化祭にあります育英祭にやってきました。大勢の人たちがやってきてます。ちょっと下品ですが食べながらコマーシャル出します。もうあの野外にはたくさんのテントが立っておりまして、学内には様々な掲示があります。私はこの猿城高専の中で電気系、機械系の部門をよく見るんですが、今日は先ほどグラウンドでソーラープレーンを見ました。このプロジェクトがぜひうまく進んでいくようにしてもらいたいと思います。すでにもう社会人になった学生さんも応援に来ておりました。でこの猿城高専ということでデザイン系の学生さんも非常に多いんで、ここにいろんなものが出てますが、お店が出てますが、非常に優れた写真や絵画があったものがあります。こうしたパソコンを使ったデザイン系のものが非常に紹介されます。一番のおすすめはこの応用技術センター、この中間報告会というのがこちらで近距離で撮影をいたします。この部分がおすすめでして、10月31日と10月1日2日間ありますので、皆さん方もぜひ、見ていただきたいと思います。ソーラーカーの体験、私は毎年ソーラーカーの体験をやるんですが、今日はちょっと時間の関係で、これだけ通します。今日はこの今この時間は美味しく、ケバブをいただいていることをご案内して終わります。今日はお店の中で水餃子、牛刺し、それからもう一つ何か食べましたけど忘れてしまいました。印象に残っているのはそこら辺です。どうぞ猿城高専の文化祭、育英祭を楽しんでください。